宇宙世紀00791月3日スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り地球連邦政府に対し宣戦を布告。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。ジオン公国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し物量で勝る連邦を圧倒する。開戦よりわずか40時間で3つのサイドは壊滅し28億もの命が失われた。だがこの凄惨な殺戮劇もジオンの真の目的の前では単なる呪曲でしかなかったのである。ジオンは空前絶後の計画を実行に移した。スペースコロニーを強大な弾頭に見立て地上に落下させようというのだ。目標は南米連邦軍本部ジャブだ。落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗にあり大気圏突入後に崩壊、大きくコースを外れてしまう。ジオンは作戦の失敗を挽回すべくサイド5ルームに対し攻撃を開始。一方連邦はレビル将軍率いる宇宙艦隊をルナ2から発進させた。両軍の戦力比は3対1、圧倒的に連邦軍が上回っていた。しかしこの戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。モビルスーツの威力を前に連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていく。連邦軍の機関アナンケもまた激しい戦闘により大破し、脱出を試みたレビル将軍もジオンの捕虜となってしまうのだった。ジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に連邦政府に対し休戦条約を申し入れる。敗北を喫し疲弊した連邦にとってそれを断る気力はもうなかったかに見えた。ジオンが提示した休戦条約は連邦に対する事実上の降伏勧告であった。連邦に戦争を継続する力はもう残っておらず、この条約の受け入れもやむなしと思われた時、奇跡は起こった。捕虜として収容されていたレビル将軍がジオン本国を脱出し帰還したのである。そしてサイド3で目撃したジオンの苦しい内情を暴露し戦争の継続を訴えたのであった。この演説によって連邦軍首脳は戦争の継続を決意する。結局この日は軍事条約の締結のみにとどまり、ジオン公国は地球侵攻作戦を決定。戦場は宇宙から地上へと拡大していくのである。3度にわたるジオンの地球降下作戦によって地上の約半分がジオンの勢力下となり、我が軍は多大なる被害を被っています。まさかな、たった2ヶ月でこれほどの劣勢を強いられることになるとは。モビルスーツザクの威力を見くびった我々の落ち度かもしれぬな。しかしこれまでの戦いによってジオンは我々以上に消耗しています。きっかけさえあればこの劣勢を挽回することは決して不可能ではありません。きっかけか、 V 作戦ならば。あるいは将軍、レイ大尉から連絡です。開発部より報告いたします。ジオンのモビルスーツに対抗する手段として検討を行っていた V 作戦にようやく実現のめどがつきました。ジャブロー本部の承認さえ得られれば我が軍でモビルスーツを開発することが可能です。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？
了解しました。了解しました。支配地域に資源の提供を要請します。了解しました。政府を通じ臨時配給を実施します。了解しました。政府に外交施策の強化を打診します。V 作戦を実行しよう。だがその前に頭の固いジャブローのモグラどもを説得しなくてはならんな。ジオンのモビルスーツに対抗する唯一の手段 V 作戦。初戦より敗北を重ねてきた連邦軍にとってそれは新兵器の開発以上の意味を持つものであった。しかし政府高官の中にはその目的を理解せず古い考えに固執する者も数多くいたのである。会議は結論の出ないまま終わるかに見えた。だがモビルスーツの登場に危機感を抱くレビルは自らの意見を強硬に押し通す。その強い信念は顔面な反対勢力を沈黙させ V 作戦は承認された。そしてこの日より連邦軍の反攻は始まるのである。
報告します。ジオンのモビルスーツに対抗する手段を手に入れたことによって、我が軍は北京を攻略することが可能です。北京攻略作戦を提案します。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか？開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？Thank you.
人間俺はさすがに開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。
何？小島君、おと。了解。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の Thank you.
アムロをモビルスーツから降ろせるかしら。気にしすぎだよ。アムロは死なないさ。私たちだってアムロがいるから死なないと思ってる。そうだろ？そうですよね。そうなんですよね。ちょっとさ、アムロに遊んでもらったら？Thank you.
モンシア、給料のタダ取りはするなよ。いい加減なことをしたら腕立て伏せ100回だからな。それだけは勘弁してください。いい加減なことなんてするわけないじゃないですか。やめろ！抵抗。敵部隊敵部隊沈黙。敵部隊の反応はありません。我が軍の勝利です。レビン将軍、無意作戦だけでは我が軍は戦いに勝利することはできません。先の大戦で失われた宇宙艦隊の再建を果たさねば我が軍の勝利はありえません。宇宙艦隊再建計画ビンソンを提案します。開発部より
新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。はい、リンソン計画を開始します。開発部の報告をお待ちください。これより我が軍は北京攻略作戦を開始する。目標はユーラシア大陸東沿岸部北京だ。諸君らの健闘に期待する。
とっておき。こんし、ビビ。教えて。実力が違う。恥をかきた。この俺、敵軍出て。
戦。敵部敵部隊戦。